デジタルモンスターデジモンテーマーズデジモンテーマーズは2001年4月1日から2002年3月31日までフジテレビ系列で放送されたテレビアニメデジモンシリーズのテレビシリーズ第3作通称テーマデジテーテーマーズ21世紀最初のテレビシリーズいわゆるデジモン4部作の3作品目である放送年と同じ年の東京 西新宿を舞台にした本作は、初代作、デジモンアドベンチャー。その純粋な続編であった、例にと違い、企画当初、原名は、デジモンアドベンチャーエボ、登場人物や世界を一新し、シリーズ構成に、小中千秋を迎え、デジモンや仲間との関わりの中で、自分らしさを見つけながら成長し、共に生き抜くという子供たちの成長を描いた、物語となっている。 ホビーとしてのデジモンが唯一描かれている作品でもある。デジモンを殺さないことを徹底した前作とは違い、本作では倒したデジモンのデータを吸収するなど、デジモンの戦闘種族、野生生物としての側面を強く描いている。また、本作独自の敵でリーパーが登場する。前2作までにあった、光と闇の対立や、ウィルスシーコール悪役という側面は薄く、 メインキャラクターである3体のデジモンはそれぞれ異なる種族となっている。前作のアドベンチャーシリーズにおけるパートナーデジモンが戦っている間、子供たちはただ見ているだけというモンスターを刺激する作品につきものであるスタンスへの疑問に対し、子供たちにテーマーという役割を与えることで一つの解決策を提示している。テーマーはデジバイスにカードドース。 カードスラッシュを行うことでデジモンを強化、能力を付与、戦闘に指針を与えることができ、これによって子供たちもデジモンと共に戦闘に参加できるようになった。デジモンの解説形式は前作までのナレーターによるものから子供たち自身がデジバイスを通じてデータを逐次確認し、解説する形式になっている。 完全体にまで進化すると、戦闘が極度に緊迫したものとなった際、パートナーデジモンがダメージを被るとそれがテーマーに反映され、テーマーが強い精神力を発揮すると、それに同調するかのように、パートナーの力が底上げされる。また、究極体への進化には、テーマーとパートナーデジモンが融合するという要素が追加される。なお、小中千明によれば、 デジモンテーマーズの初期のストーリーは、小中千秋、小中和也が、大英の、ガメラ大怪獣空中決戦に、伊藤和則らが携わる以前に作成した脚本が、ベースとなっており、この脚本が後に、東映の、デジモンテーマーズや角川の、小崎勇者たちガメラに応用された。この作品では、デジモンは1980年代の、人工生命研究の延長上にある、 オープンソースプロジェクトとして誕生したことになっており、小中千秋のウェブページには詳細な年表が掲載されている。スフェジャパンボリューム例後に掲載された小中の設定によれば、本作の時代設定、舞台設定は2001年の西新宿周辺である。ふとしたきっかけで自分が描いたデジモンが実体化してしまい憧れであった本物のテーマになってしまった高と。 他のテーマやデジモンを消滅させようとする謎の組織と時に協力し、時に敵対するうちに、現実世界とデジタルワールド双方を巻き込む戦乱に巻き込まれていく。各デジモンの詳細は、デジモン一覧及び各デジモンの個別記事を参照のこと。名前の横にある読みは、エンディングクレジットにあるテーマの下の名前の表記に、習い、カタカナで表記される。 劇中の中盤から自分たちをデジモンテマーズと呼ぶようになる。デジモン及びデリーパーの研究を行ってきた研究チーム。ジェンの父もかつて所属しており、ヤマキラ・ヒュープノスと共に子供たちのバックアップに全力を挙げた。彼らの名はネットワーク研究者たちの間では有名らしくヒュープノスをはじめアメリカにもその名を知られていた。スーテーモンの配下のデジモンたち。 すべて完全体。それぞれが十二子の絵とに対応しており、頭に角が三本あるのと名前がラモンであるのが共通の特徴。本作では、神によってゴミとなっていたデジモンのかけらを再構築し、作られたということになっている。本来は三体ずつ四聖獣デジモンの配下として、振り分けられていたが、本作では、全員が数聖獣の部下ということになっている。 クルモンを探すためにリアルワールドに現れたが各所で大暴れし大きな被害を出した。クルモンとジュリに襲いかかるも、同じ公園内にリアライズしたレオモンにより一度は帰り討ちに会う。その後、再びレオモンの前に現れ、分身を使った戦法でリベンジするも、ガルゴモンにより分身をまとめて消され、その隙を突かれて自身もレオモンに倒された。 新宿区西新宿周辺が舞台となっており、西新宿の欅橋通り商店街や、新宿中央公園、新宿駅前周辺、都営大江戸線の駅構内等が再現されている。登場する都営大江戸線の駅構内や JR の駅等では、実際に使用されている接近放送等が、アニメ上でも流れる。以下、その後解体され現存しないもの、放送当時は、 未完成だったものも含め、放送当時実在したものを挙げる。放送日は、富士テレビ及び同時ネット局のもの。タイトルコールは、基本的に毎回、高戸が行ったが、第5話では、来るもんが、第39話では、昨夜もんが行った。また、高戸が、不在となった26話では、ルキが、31話では、広和が担当した。 出展は個別に提示されているものを除き2001年7月から8月時点。2001年夏の東映アニメフェアにて公開。上映時間は50分。同時上映は映画モード。お邪魔女ドレミカイル石の秘密。筋肉マン通よ。前作までは劇場版用にアレンジされたキャラクターデザインとなっていたが、本作は本編と同一のものになっている。 アクション重視の内容となっており、デジモンアドベンチャーシリーズの世界とリンクするストーリーとなっている。本作に登場する敵デジモンの多くは TV シリーズ同様、前作で活躍した V モンたちの別のアーマー進化体である。作中で高戸が沖縄に行くのに利用した航空会社はかつて存在していた日本エアシステムであり、実際に2001年の夏期間限定で、 那覇線や一部の路線で本作が上映された。本編の DVD は2002年4月21日発売。BD は本作を含む全作品を収録したデジモン映画の BD ボックス、ジギモンムービーコレクション1999から2006が2015年1月9日発売。ストーリーある時、デジタルワールドの片隅で、オメガモンは、 アポカリモンのデータの残骸から生まれたメフィスモンを追って激しい戦闘を繰り返していた。しかし、あと一歩のところでメフィスモンを現実世界へ取り逃がしてしまう。一方、現実世界は夏休みの真っただ中。家業で休みが取れない両親に代わって、高とは沖縄まで墓参りに行くことになってしまう。その頃、世間では自立志向を持った電子ペット、V ペットが大流行。 一家の PC 一台に必ず V ペット一匹がいるほどで、今やネットワーク中に V ペットが溢れている。しかし、まさかそれがあるものの恐ろしい企みの一端とは誰も知るよしもなく、高戸はしぶしぶ沖縄へ向かうのであった。今、テーマーズの夏の冒険が始まる。登場人物スタッフ主題歌、バンダイチャンネルで期間限定で無料配信される。 2002年3月2日に春の東映アニメフェアにて公開。上映時間は30分。同時上映はワンピース珍獣島のチョッパー王国、ワンピース夢のサッカー王。本作はルキを中心とした物語展開となっている。本編の後日談を舞台にしているが、実際の本編の最終回からつながる後日談は2003年発売のドラマ CD、 デジモンテーマーズオリジナルストーリーメッセージインザ、パケットに描かれており、本作はあくまでパラレルストーリーである。エンディングでは、それぞれのパートナーデジモンが現実社会で暮らしている風景が描かれている。本編の DVD は2002年11月21日、BD は本作を含む。 全作品を収録したデジモン映画の BD ボックス、ジギモンムービーコレクション1999から2006が2015年1月9日発売。ストーリー始まりは、上野駅の山手線ホーム。桜が咲きつつあるとある春の日。ルキは、高戸たちから、あるパーティーを知らぬうちに勝手に計画され、かなり機嫌を悪くしていた。このことについて、新宿駅にいる高戸へ、 電話で問い詰めていたが、突如、ルキの前に、機関車の姿をしたデジモン、ロコモンが出現した。さらに、天領たちの乗っていた、総武線の運行がストップしたことを皮切りに、山手線周辺で異変が起き始める。また、そのロコモンが、市ヶ谷あたりにできた、デジタルワールドからリアライズしてきたことが発覚する。そこで、高戸と、 ルキは山手線を暴走するロコモンを止めるため車内に乗り込んでいく。テーマーズはロコモンを止めるために山手線内を放送する。登場人物スタッフ主題歌本編の DVD、ビデオは2002年1月21日から同年12月6日にかけて全12巻が発売された。2007年4月25日、ハッピーネットピクチャーズより全話収録の DVD、 ボックス、デジモンクロニクルボックス例にデジモンテーマーズが発売された。2018年4月3日、ハッピーネットピクチャーズより全話収録のブルーレイボックスが発売された。ちなみに、デジモンシリーズのテレビシリーズでバンダイナムコアアーツと関わるのは本作が初となる。全51話を最新技術で HD リマスター化した上で初回生産限定特典として新作取り下ろし、 スペシャルドラマ CD デジモンテーマーズ2018デイズ情報と日日状態が付属する通常特典は新規描き下ろし味方セアートボックス新規描き下ろしデジスタックケース2種スペシャルブックレットが付属するデジモンテーマーズ冒険者の戦いに関するカテゴリーデジモンテーマーズ暴走デジモン特急に関するカテゴリーありがとうございます